どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、アプローチはどういう練習が一番効果的なのか、これを皆さんに伝授していきたいと思います。アプローチって練習の仕方、いろいろありますよね。一番と言われると、それは何なのかということですが、これは考え方が様々ありますので、私がこういう練習を進めだよということを、今回はお伝えしていきたいと思います。私、三谷は4000名の方が海洋スクールでインターンレッスンさせていただいています。本当に皆さん、頑張ってますね。一個一個、上達に向かってますよ。本当にいいスイングになってます。動画を見てくれてる皆さん、アプローチの方法を伝授していきますからね。それでは早速いきたいと思います。少し今回は、ざっくばらんに、僕の練習の方法をご紹介していきたいと思います。まず、アプローチショット30ヤード。キャリーで30です。これは、クラブをシンプルにトンと落としていくと、だいたい30ヤードぐらいになっていきますので、30ヤードの距離をあまり難しく考えずに打っていく。これを3球から5球ぐらい打ったら、距離を変えます。でこれも50ヤードぐらいに距離を変えると、ボールをしっかり打っていくというような、そんな感覚のアプローチになります。すなわち、コースに行ったら、クラブがボールの下にしっかりと打ち込まれていく。それが50ヤードぐらいのアプローチになってくると、クラブはボールの下に打ち込まれるようなインパクト。安定したインパクトにつながっていきます。ぜひ、この30、50。少しボールが上がっていくようなショットをやってみてください。そして非常に小さいアプローチ。グリーン周りのカラーからちょっと外れたところ。こういうアプローチを何球か打ちます。3球から5球ぐらい。あまりたくさん同じ距離をやりすぎなくてもいいと思います。ひたすらやり続けるということもありますが、飽きてくるんですね。ですから、私の場合は変えます。そして、少し振りの幅を大きくして、さらに。フォロースルーを大きく取ってあげる。そうすると、これらは70ヤード、80ヤード。パー5の3打目をイメージしたショットになります。これを10球ぐらい連続して打ったりします。少し距離が出てくると、伸びやかに打ち抜くような感じになりますので、打ってて楽しい、気持ちいい、そんな気持ちになります。そして、30とか50とか短い70、打っていくと、じゃあ今度は中途半端な20ヤードとか、ちょっと短く持って少しスタンスを狭くして、ちょっとしたバンカー越えとか、ちょっとしたラフを越えなければいけないとか、こういうショットを何球か打ちます。この中途半端な距離を打つのが結構難しいんですね。ですから、練習とはいえ、楽しいゴルフのこの打ちっぱなしとはいえ、若干ストレスが溜まることはありますので、うまくいかない場合はすぐにやめちゃって大丈夫です。そしてもう一度50ヤードぐらい、ボールをしっかりと捉えられる距離、これが50、もしくは40ぐらいになりますので、それらのボールをある程度上げる、キャリーを出す。クラブがボールを正しく捉えていく。こういう距離を練習していただくといいと思います。様々な距離をランダムに変えていく。それが効果的です。小さいところから、ある程度、大きいところまでいろんな距離を打っていただく。これがアプローチの一番効果的な方法になります。その距離をピタッ、この距離、30、50、40、20。その距離だよとなったら、その距離をピタッと、パシッと、ピタッと寄せられるようなアプローチを打つ。時には転がっていくような、時にはピタッとバックスピンがかかるようなショットになりますが、それらをパッと引いたら、スッと打てるようにしておく。これがアプローチの極意かなと思います。ぜひ皆さん、この練習方法、一つの考え方です。もちろん、違う練習方法もありますが、まずは飽きないように楽しく練習する。これが大事かなと思いますので、実践してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。